今週のハッピー占いで、えー、と今週もあなたにアドバイス幸せな人生を歩むためのアドバイスカードを引かせていただきます。ねもう残り今年も残りあ、まずかされましたけどねこうインスピレーションをねこう自分がこう 見逃さないことですね。自分が感じたものをね。 はい3つのカードが揃いました A、B、C、はい、選んでください1号先で意外とこのおばあちゃんみたいなねやつなんか気になったんで <laughs> A にしました。 では A のカードから行かせていただきます。天才を目覚めさせるっていうことですね。うん。なんかこう自分の中にこうなていうかな、人には負けないような何かを持っている人それぞれね、何かしらこのこれには誰にも負けないみたいなものが持ってたりするんですよね。それをまあ その波長にね合わせるということにすると驚くべきことが起こるんですね。目覚めるあなたの中のその素晴らしいものを持っている素晴らしさを気づくことができれば、どんどんそれは拡張していくでしょうっていうことですね。今までやってきた経験とかあの努力とかね実績とか記憶とか経験とかそういうものをね。 いろいろ紐付けるということでいいものを作り出すことができますっていうんですね。うん。天才っていう言葉はラテン語のジグネスジグネールという言葉に由来し、何かをも,もたらす生み出すという意味があります。その生み出すという言葉の語源が同じです。 あなたはこの瞬間に新た,たな素晴らしい表現方法を生み出そうとしています。あなたの中に住むその才能的な部分をパーソナリティにするっていうことを約束してくださいっていうことでね。インスピレーションを得たあなたの絵のアドバイス、アイデアは重要ですっていうことですね。もう今までね、培った経験とかがあります。それをまあね、 どう生かしていくかはあなた次第ですねっていう風なカードになります、うん、だからそういう風なことをよーく思い出してくださいよく考えてくださいそれをよーく生かしてください、うん、それによってねあのー、今週1週間ねすごくいい成果が生まれるんではないでしょうかっていうことですで B を選んでくださった方ですねその先を見るっていうことですね あの見えてるもの、うん、その2つ折りみんな見えてるものっていうのはあって一つはものを見るっていうのはその見えてるままを見るっていうのがまず一つ目で二つ目は想像力を駆使して目に見えるものを先の先にある物質世界には存在していない場所を見ることです。それを場所ではあなたが存在する 想像するよりことは何でも実現になる可能性がありますっていうことですね。えー、だから今考えていること、考えていることが思考は現実化するっていうことですよね。うん。だからできるだけあのネガティブなことを考えずにポジティブに意識を持っていくと、その瞬間あなたはそのポジティブな世界へ。 移行でできるっていいうことですねはいうん、だからこう常にねこう他の、うん、目に見えること以上のものを全宇宙で感じ体を通して感じ取ってくださいっていうカードになります。今週1週間ねそういう風な生き方をされていただけたらと思います。 では、死を選んでくださった方。ああ、可愛い,い小鳥さんですよね。小鳥さんがチュンチュンって言ってますけど、あのー、この中にはこういろんなね。類は友を呼ぶっていうカードなんですけど、こうなんか惹かれ合ったりとかこう導き合ったりとかあのー？ これは SNS であったりとか会社の中とか組織の中とか地域の中とか家族の中とかねそれでも一緒なんですけど恋愛をするにも一緒なんですけれども何かこうねある一緒にいる人たちとか一緒にいる組織とかそこに存在するっていうことはある意味 こう感じ取ってるものが通じ合うものがあるということですよね。コミュニティを参加して仲間と交流するのも良いと思いますし、同士の集まりの一員として大きな貢献ができるでしょうって。だからあのいろんなコミュニティを持つっていうことはあなたにとってそれが、えー、いい知識や経験の元となり、えー、成功を導くことができるでしょうという風うなカードになります。 ね、本当に何かいろんなことね例えば、えー、どっかのね、えー、会に参加してみるとか、えー、勉強会に参加してみるとかまたお食事ねちょっと苦手だなと思うような、えー、会社の同僚とかでも一緒にお食事に行ってみると意外といい場所が見えてきたりとか人の見方はっていうのは環境が変わればまた見方も変わってきたりとかしますし。 ね、あのいろんな人人それぞれ考え方が違いますのでその考え方の上に、えー、その違う意見も受容する、うん、そうすることで自分のこの思考の幅が広がっていくのではないかなと思います。うん、自分の考えと違うからあの除外するっていうわけではなくていろんな人々のいろんな 考えを尊重していくことによって、もう自分の成功が、えー、力になっていく大きな力を生み出してくるのかなと思いました。ね、コミュニティが大切だよっていうことですね。みんなでこう、うん、導き合って支え合って、ね、うん時にはね、知ったし人には <laughs>。 ね、激励し時には思い合っていろんな行動を起こしていくっていうのは、人間は一人では生きていけないんだよっていうところのカードになります。sns でね、知り合った仲間が私のね、ライブとかでも来てくださったりとかして、本当にね、ありがたい時があるんです。本当にいつもね、こう来てくださる方々、コメントしていただける方々、本当にね、ありがたいなと思います。 やっぱりね最初の頃はね本当に1人でね話したりとかしたこともあるんですけれども、うん、やっぱりね独りよがりなところもあったりとかして、ね、いろんな人の意見を聞いてみたいなと私の中では思っているので、うんね、あのライブに参加してくださる方々本当に感謝しています。 ね、あのコメントはちょっと恥ずかしいわっていう方はねいいねボタンだけ押していただくだけでもね全然結構ですね。ただまあもしね、あったらこういう、SN、どっか行かなくてもね SNS を通じていろんな人と交流ができるそういう風なね、えー、コミュニティってね本当にいいなと思います。 ね、その中にはいろんな考え方をしているので合う合わないっていうのもあるかもしれないけれどもそういう人からも学ぶことっていうのはすごく多くあったりとかして私自身もねこの今カードを見て本当にね、えー、皆様にこれを見てくださる皆様に感謝すると同時に本当にね皆様に愛をまくばれるチャンネルでありたいなと思っております。はい ご視聴いただきましてありがとうございます。今週一週間ね、皆様に幸がありますようにお祈りしております。はい、で、えー、ぜひね、来週かまあ今週かわかんないけど、<laughs> 今日見てくださった方一週間が幸せでありますように。で、えー、毎週ね占いもやっておりますし、えー、個人の、えー、相談の占いとかは、えー、ライブによってあのやってますね。 あの一応ね、あのー、無料でやっているんですけれども今までねこうねコメントをいただいてたチャットね本当にスパチャをいただいてた方でもねやっぱり2,000円とかそういうふうなお金をいただいてる方もいらっしゃいますので本当にワンコインで結構ですので、えー、本当にね、えー、ご支援をいただければあのー。 個人の占いもさせていただいております。メディカルではね、0 0円占いっていうのをやってますので、もしね、えー、お見かけさせていただくことがありましたら、そちらの方もご利用いただけたらと思っております。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。はい、W